6。細部までダラダラと説明していったので浜泥っこしいだけだろう。我々は原初の石造建築からなる多孔室の、遠い昔に死に絶えた蜂の巣の内部をさまよっていた。古の謎を秘めたこの醜怪な巣穴は数えきれぬ時代の跡。今初めて人間の足元で靴音を響かせているのである。とりわけこれは真実だ。単に偏在する壁面の彫刻を調べただけで、かくも多くの脅威と恐怖のドラマの掲示に至ったのだから、フラッシュ撮影したそれら彫刻の写真は、今我々が公にしようとしているものが神聖であると証明するため大いに役立ってくれるだろうし、さほど多くのフィルムを携帯していなかったのは何とも遺憾なことである。実際、フィルムをすべて使い切った後は顕著な特徴についてノートに雑なスケッチを取ることになった。我々が侵入したのは丹念に作り上げられた大規模な建物で、言いようのない地質学的過去に属する建築様式という感じが印象的だった。内部の仕切り壁は外壁ほどにはどっしりとしていなかったが、低層階のものは極めて良好に保存されていた。迷宮なす複雑さが全体的な配置を特徴づけており、各階の高さも奇妙で不規則な具合に異なっていた。ちぎった紙片で跡を残していなかったら早々に道に迷ってしまったことだろう。より古色のある上の部分を真っ先に探査することにし、迷路の中を上方に距離にして30メートルばかり登り、小部屋の列が雪と破滅に覆われた口を極地の空に向けて開けている最上階を目指した。当反に当たっては横方向にうねのついた石の急斜面があちこちにあって階段の代わりをしている傾斜した板を伝っていった。見かけた部屋部屋はおよそ考え得るすべての形とプロポーションをしており、五芒星型から始まって三角形、完全な立方体までも含んでいた。より広い部屋もあまたくあったものの、総じてそれらの広さは床面積が 9×9 メートル、高さ6メートルと言って良いと思う。氷の層及びその情報の部分をすっかり調べてしまうと、我々は一回ずつ降りながら氷の面より下の部分へと入り込み、確かに程なく互いに連結し合う小部屋と通路の迷宮の中にいることに気づいた。これをたどれば、この建物の外にある無限の領域におそらくは行き着けるのだろう。どういうわけか我々は、周りを取り巻くキュクロプス式の重量感や巨人症から不愉快な感じを受けるようになっていた。この冒涜的なほど古い石組みの持つあらゆる輪郭に、大きさに、比率に、装飾に、構築上のニュアンスに、曖昧ながら深いレベルで非人間的な何かが存在していたのである。彫刻が明らかにしたものから、我々はすぐに理解することになったのだ。この怪物めいた都市は何百万年も前から存在していたのだと。どんな工学的原理を用いれば、このような変則的な方法で膨大な岩石の質量のバランスを取り調整することができたのか、今もなお説明することができないままでいる。だが、アーチの機能に多くを負っていたことは明らかだった。訪れた部屋部屋には持ち運べるものは何一つ残っておらず、この都市が故意に放棄されたという我々の信念を立証していた。主たる装飾要素はそこかしこに現れる壁面彫刻の系列で、90センチメートルの幅を持つ複数の連続的な水平の帯が、間に同じ幅の幾何学的な唐草模様の帯を挟みつつ交互に床から天井まで連なっていた。例外はあったもののこの配列規則はあらゆる場所で優勢だった。しかしながら、唐草模様の帯の一つに沿って奇妙にパターン化された点のグループを含む一連の滑らかな渦巻き装飾が彫り込まれていた。その技巧が円熟し、完成し、美学における最高度の洗練に至っていることが立ちどころに分かった。人類が持つどんな基地の芸術の流儀と比べてみても、隅から隅まで完全に異質だったのもかかわらず、仕上げの繊細さをとってみると、これに近いものすら見たことがなかった。ここまで大型の彫刻なのに、植生ないし動物の生活をフォロに入りぼそをうがち恐れるべき迫真性を持って描き出していた。一方、様式的な意匠は複雑な技巧の脅威と言うべきものだった。
唐草模様から数学的原理が行き渡っていることが知られ、対称性を秘めた曲線と角度は5という数を基盤にしていた。絵画的な方の帯は高度に洗練された伝統の形方にのっとっており、独特なパースペクティブの処理を伴っていたが、それらの彫刻の持つ芸術的な力は我々の心を強く打ち、非我を隔てる巨大な地質学的時代に妨げられることはなかった。二次元的なシルエットの形の断面図を独特なやり方で密に平地するのが彼らのデザインの根本的な方針で、いかなる古代種族も超えた精神分析学を体現していた。いかなる作品であれ、我々の美術館に展示されているものとこれらの芸術を比較しようとしても無駄だ。我々の写真を見れば、最も勇敢な未来派が目指すある種グロテスクな構想がそれらに最も近い親戚だということがわかるだろう。唐草模様はすべて彫り込まれた線からなっており、彫り込みの深さは風化していない壁の部分で3から5センチメートルの範囲で様々だった。点のグループを含む渦巻き装飾。何らかの未知の古代言語及び古代文字の碑文であることが明白だった。が現れている部分の表面は約4センチメートルの深さで、点を打った部分はさらに1センチメートルほど深かった。絵画的な方の帯は皿型に削られた面から浅いレリーフとして浮かび上がっており、背景部分は壁本来の面から約5センチメートル奥まっていた。いくつかの例では以前の彩色の跡を見出し得たが、ほとんどの場所で言語に絶する英語の時間のために塗布されたとおぼしい色素はすべて分解し脱色していた。驚嘆すべき技巧を調べれば調べるほど、物どもへの称賛の念が湧くのだ。厳格な様式化の裏には、芸術家としての詳細かつ正確な観察眼と描画技術が底流として流れていることが伺えたのである。そしてまさに伝統それ自体が、描き表された各々の対象の真の精髄やそれら描画対象の間にある生き生きとした際を象徴化し強調するために奉仕していた。我々はまた感じてもいた。これらの認識可能な美点の他に、我々の知覚が及ばぬところに潜む何かがあると、隠れた象徴をそれとなくほのめかす感じがそこかしこにあり、我々のものではない精神及び情動的な背景と、完全なあるいは我々とは異なる感覚器とがあれば、広大かつ通説なほどにそれらの重要性を読み取れたのであろうに。明らかに彫刻の題材は失われた制作当時における生活から取られており、また歴史に立脚するものも多かった。この戦士生物の異常なまでに歴史を重視する精神のおかげで、偶然のいたずらながら、我々にとっては不思議なくらい好都合なことに、彫刻は恐ろしいほど大量の情報を伝えてくれ、それらを撮影し転写することを何よりも優先しようと思わせたのだ。いくつかの部屋は大判の地図や製図他の科学的な図形がある点で他の多くと異なっていた。これらは我々がフリーズや胎動の絵から収集したものに対する素朴かつ恐ろしい確証となる。私は一体何を見出したのか暗示するにあたって、私を信じてくれる側の人々の間にこの弁明が健全な警戒心以上の無用な好奇心を引き起こさなければ良いがと望むばかりである。それを止めさせようとする警告それ自体がかの死と恐怖の領域へと誰かを誘ってしまうならば、悲劇としか言いようがない。彫刻を施されたこれらの壁面同士の間には高い窓とがっしりした3メートル半の戸口が挟まっていた。あちこちに石化した木の厚板。入念に彫刻され磨かれた。が残っており。本物の鎧戸やドアだった。固定金具はすべて遠の昔になくなっていたが、いくつかのドアは元の位置にあり、部屋から部屋へと進む際にどかさなければならなかった。奇妙な透明な窓板。ほとんどが楕円型のついた窓枠は、大した数ではなかったもののところどころに残っていた。また、そこかしこに大きな壁眼があって、総じて中波からだったが、稀に緑色の石鹸石を削ってできた奇怪な物体が入っており、破損しているかあまりに過当なため移動するまでもないと思われたのだろう。他の開口部は疑いなく失われた機械装置、暖房、照明その他の、に接続されており、
それらの機器類がどのようなものかは多くの彫刻によって示唆されていた。天井は質素なことが多かったが、ところどころ緑色の石鹸石あるいは他の種類のタイルがはめ込まれていたようで、それらはほとんどが落ちてしまっていた。同様のタイルが床にも見られたが、多くの場合地味な石組みだった。記述のように、家具その他の動かせるものは一つもなかった。だが、彫刻はこの墓穴蔵のような小玉を返す部屋部屋がどのような風変わりな備品で満たされていたかをはっきりと伝えていた。表彰より上の方では総じて床面に砕石や人海や破片がうず高く積もっていたが、下るにつれ堆積物は減っていった。下の方の小部屋のいくつかと通路には古代のかさぶたのように砂ぼこりがある程度だった一方、時々新たに拭われたように奇妙に汚れのない感じの区域もあった。無論隆起ないし陥没が発生すれば上層だけではなく下層も乱雑になるはずだ。中庭があるために、空から見た他の構造物と同じく、内部の領域も真っ暗にならずに済んでいた。そのため、彫刻の細部を精査する場合を除いて上の方の部屋では我々はほとんど懐中電灯を使わないできた。しかしながら、表管の下では黄昏が深まり、もつれ合った1階部分では真の暗黒に近づいていた。英語の静寂が滑るこの人外の石像迷宮に侵入しながら我々が何を考え感じていたか、その一端でも分かってもらうには、救いがたいほどぐちゃぐちゃに混ざり合った当惑するような儚い気分や記憶や印象を、相互に関連づける必要がある。感受性の高い人なら誰でもこの地の恐ろしいうるさと、知識的な小説だけで十分圧倒されてしまうだろうが、加えてキャンプで見た未だ説明されていない恐怖という要素があり、周りを取り巻く彫刻によって明らかにされた新事実があったのだ。それはあまりにも突然だった。彫刻が完全な形で保存されている区画にたどり着いた瞬間、他の解釈の余地はなくなった。ほんのちょっと調べるだけでおぞましい真相が判明した。ダンフォースも私もそれを個人的に疑ってみたことはなかったと主張すれば素朴に過ぎるだろうが、我々はこの真相を互いにほのめかすことすら避けてきたのだ。何百万年もの昔、人類の先祖が未だに下等な原始哺乳類だった頃、巨大な恐竜が欧州やアジアの熱帯性ステップに跋扈していた時、すでにこの途方もない死んだ都市を建設し居住していた存在の本性について、疑問という名の温調はもはや残っていなかったのである。これまで我々は自暴自棄な対立仮説にすがりつき、五芒星型のモチーフが偏在しているのは、五個の頂点を持つという性質を明白に体現していた始成代の自然物に対する何らかの文化的な意思は宗教的な熱狂の産物であると、互いに、教弁し合ってきた。ミノア文明期のクレタで聖なるオスウシを、エジプトでスカラベを、ローマで狼とワシを、また種々の蛮族が象徴動物を装飾のモチーフとして奉ったように。だが今やこの唯一の逃げ道は奪い取られ、理性を揺るがすような理解に直面させられることになったのである。これらのページを紐解いてきた読者なら疑いなくオンの昔に予期していたであろう真相に今になってもなお、私はそれを白黒つけた形で記したくはないのだが、おそらくその必要性はないだろう。恐竜時代にこの恐れるべき石像建築を立ち上げ、住まいした者どもは恐竜どころか、確かにずっと悪いものだった。単なる恐竜はほとんど脳なしの新参者だった。だがこの都市の建設者は賢く、老練で、10億年近く前の岩石に足跡を残していた。真の地球生命が細胞の過疎的な塊以上に進歩していなかった頃の岩石。真の地球生命が全く生まれていなかった頃に生成された岩石だ。彼らはこれらの生命の制作者であり、それらの生命を霊属させていたものであり、また名こと写本やネクロノミコンといったものがおののきつつほのめかした極悪非道な古神話の原型となったことにも何らの疑いはない。彼らは地球若かりし頃に星々から滴り落ちた大いなる古き者どもだった。その素材は異質な進化によって形成され、彼らのような力をこの惑星がかつて持ったことはなかった。
そしてわずかに数日前、ダンフォースと私が実際に彼らの鉱物化し化石化した一部を見、そして哀れなレイクト化の部下たちが完全な外形を見たと考えると、我々が知ってしまった人類以前の生活という一つの周回な章を正しい順序で述べるのは、無論のこと私の手に余る。驚愕の新事実によるショックの第一波を浴びた我々は息を整えるためにしばし足を止めざるを得なくなり、時計を見ると、実際の系統的な調査行為を始めた時にはとっくに3時を過ぎていた。我々が侵入した建物の彫刻は地質学的、生物学的、天文学的特徴から見て比較的後期、おそらく200万年前のもので、後に氷床の下の橋を渡ったところにあるより古い建物で見つけた標本と比較すると、大廃芸術と言っても良いものを体現していた。硬い岩石から削り出された一大伽藍で4000万年、いやおそらくは5000万年前、始新世後期ないし白亜紀前期にまで遡ることができ、被験するもののないほど芸術的に突出した浅浮き彫りを所蔵していた。だがそこにはこれを超える圧倒的な芸術性を持つものが一つだけあった。今に至るも我々が一致して至高とみなすそれとは、つまり我々が少量した中で最古の住宅のことである。狂人として監禁されたくはないので、近日中に公開する予定のこれらの写真がなかったら自分が発見し推論したものを語ろうとは思わなかっただろう。パッチワーク状になったこれらの物語の最初期の部分、全地球時代すなわち星状の頭部を持つ生物が他の惑星、他の銀河、他の宇宙に居住していた頃の生活のこと、他当然ながらこの生物たち自身の幻想的な神話として容易に解釈しうる。だが、そういった部分に含まれる意象や図案は時として数学と宇宙物理学の最新成果に不思議なほど符合しており、どう考えればいいのか私には皆目見当がつかない。写真公開の際、他の人々が見てどう判断するか待ちたい。当然、我々が出会ったどの彫刻の集合も、何か一連の物語の中の一断片を語るのみだったわけで、様々なステージをどう並べれば本来の物語の順序になるかとても思いつけなかった。デザインに関する限りいくつかの大部屋は相互に独立していた一方、一連の部屋と通路をまたいで連続的な歴史絵巻が語られていた場合もあった。太古の地面の高さよりさらに下った恐るべき深淵の壁に最良の地図と図面が掲げられていた。面積が60メートル平方、高さが18メートルほどの洞窟で、ほぼ疑いなく一種の教育センターだった。同じ題材が異なった部屋や建物の間で何度も使い回されていて腹が立ったが、彼らの経験を物語るある章や、種族の歴史から来たある種の要約ないし局面が様々な室内装飾人や居住者の間で人気だったからに違いない。それでも、同一主題に対する複数の範があることは疑問点や欠落箇所を解消するのに役立った。自由にできた短い時間の中で、我々があれほど多くの推論を巡らし得たことを私は今でも不思議に思っている。もちろん、我々は今なおごくごく荒い輪郭を知っているに過ぎない。しかもその多くは後から写真やスケッチを研究して得たものだ。後日行ったこの研究が影響して、蘇った記憶と曖昧な印象とが、かの感受性の高さ及び私にすら素性を明かそうとしない。最後に別件した恐怖らしきものと相まって、ダンフォースが現在崩壊している直接の原因となったのだ。だがそれは必要なことだった。ありったけの情報を提供せずに知的な警告を発することはできないし、その警告は何としても発さなければならないからだ。かの知られざる南極の地に潜入する歪んだ時間と狂った自然法則のため、これ以上の調査をとにかく中止させることが肝要なのだ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。